テオフィラクトス・シモカテスは、7世紀初めの東、ローマ帝国の歴史家で、皇帝ヘラクレオスの時代であった630年、頃に、皇帝マウリキウスの時代について記述し、異論もあるものの、古代後期最後の歴史家とされる。東ローマ皇帝ヘラクレオスに降伏するさ、三朝の王ホスロー二世シモカテスの時代の出来事である。十字架につけられた飾り板。 金箔を施された銅板の上に長金執法、1160年から1170年、ムーズバレー。ルーブル美術館像。シモカテスは皇帝マウリキウスの知性を記述した八巻の歴史書の著者として最もよく知られており、この時期についての彼の記述は、最良かつ最古の権威ある記述とされている。しかし、彼の著作は、 プロコピオスに比べれば低い水準にとどまっており、また彼が意図的に用いていた古典的文体はもったいぶったものであったが、それでも彼の記述は7世紀のスラブ人、アバール人、ペルシア人について、また皇帝の悲劇的の死について貴重な情報を伝える資料となっている。彼は皇帝ヘラクレオスのサーサーンアサ、ペルシアに対する戦争には言及しているが、 634年に始まったアラブ人との戦争については言及しておらず、このことから執筆の時期が630年頃であったと推定される。転居としている資料の中では、特にエピファニアのヨアンネスによる歴史記述が用いられている。エドワード・ギボンは次のように記している。彼は判断力が不足しており、些細なことを広めながら、 最も興味深い事実を簡単に述べるだけにしている。このことは、シモカテスの全般的な信頼性を承認することと矛盾しない。彼の歴史記述の冒頭には、歴史と哲学の対話という形を取った導入部が置かれている。ニコラウス・コペルニクスは、テオフィラクトスのギリシャ語の宿をラテン語の散文に翻訳し、その翻訳を字であるルーカス・バッチェンドーデに検定し、 1509年にクラックフのヨハン・ハーラーから出版した。この本はコペルニクスが慈悲で買い占めた唯一の著書である。シモカテスには物理の諸問題として知られる博物学の著作もあり、また書簡体で書かれた85編のエッセイ集もある。シモカテスは極東についても概ね正確な記述を残しており、隋の初代皇帝要件が南朝の陳を滅ぼして、 中国の再統一した経緯を東ローマ帝国の皇帝マウリキウスの在中のことであったと正確に位置づけている。シモカテスは中国の地理や習慣、文化についてはずさんな情報を伝えており、中国人は偶像崇拝的であるが、統治は巧みであると見ていた。彼は中国では支配者が神の子を意味するタイソンと呼ばれると述べているが、おそらくこれは、 皇帝の称号である中国語の天使あるいは当時の唐の皇帝へ体操の名を誤解したものと考えられる。ありがとうございます。